あとね、俺タバコやめたんですよ、もうだいぶ前に、はい、ホームレス中学生の本を出すときに、はい、願掛けてタバコやめたのよ。なるほど。で、はい、しかも、ちょうど書き終わる時期が誕生日近かったから、うん、誕生日を本の出版日にして、タバコをやめることで特別な日にして、この日をちゃんと守りやすいようにってことですか。そうそうそう、より、はい、より印象付けて、うん、このなんか願掛けにしようと思って、うん、タバコやめたんですよ、はい。ほんで、はい、今でもうやめてんねんけど、はい、何回か吸いたくなったことがあんねん。まあもうでも10年近くぐらい経つってことでしょ。もう10年じゃやめてんねんけど、はい、そのやめ始めの当初、はい、3回ぐらいどうしてもタバコ吸いたいと思ったことがあんねん、はい。それは全部女の子とお酒飲んでる場合やねん。だからそれはわかる。おう、だから僕も禁煙して、うん、次のタイミングで3年ぐらいやめたんですけど、吸った時は言った今の奥さんと一緒に遊んでる時に吸いたくなった。お酒飲んで、そうや、なんか結局俺も自分で気づいてなかったんけど、もともと女の子にモテたくて吸ってんねんな、タバコを吸い始め。確かにね、はい、単純にかっこいいから俺は、うん、ケビン・コスナーに憧れてタバコ吸うんやって思ってたけど、はい、それはただの後付けで、はい、ほんまの根本の理由は女子にモテたい、かっこいい俺を演出したいだけやったのよ。なるほど。後から分かって、モテたいだけやったやなっていうのがちょっとショックでもあり、はい、あと人間ってこんな単純なんやという発見でもあり、俺なんてこんなブスに生まれて、うん、はい、でもかっこいいと思われたいってまだどっかで思ってるもんな。かっこいいってやっぱ思われたいですか、ね、思われたい、思われてもらえるなら思ってもらいたい。でも別にそのかっこいい感じにはしてないじゃないですか。ああ、まあ、うん、その髪の毛染めたりとか、ああ、そうやな、そのセットしたりとか、セットしたりとか、うん、けどモテたいですね。そうやな、もう服装もモテたいというかかっこいいと思われたい、思われたい。だからもしかしたら俺バスケやめられへんのも、はい、昔同級生の女の子に、はい、バスケしてる時はちょっとかっこいいなって言われたことあんねん。なるほど。それがもしかしたら、はい、もう根っこの根っこにもう必死に、いやそれだからもう時かっこいいって言われたもんね俺気づいてへんけど、高校生までですよ、そのスポーツでかっこいいって